将棋は、まあ、あの趣味でやって、そこから飛車中という名前を、はい、取ってます。集中力切れても対戦できるっていうんですかね。もうそれこそパターン化して、あるいはその相手の画面を見る癖をつけてとか、でもそういう集中力を使わずとも戦えるみたいな、もう本当パーツでどんどん覚えていって練習して、こういう色が来たらこういう風に組めるっていう、いくつも自分の中でテンプレートというか、まあ、形をいくつか持っておいて、でそれをどんどん当てはめていくっていう感じですかね。他のプロプレイヤーが組まないような、皆さんに分かりやすいような形をの連鎖をよく組むんですけど、こう私みたいな結構尖ったタイプのプレイヤーを応援してくれてありがとうございますという感じですね。